はい、毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は筑波大学の衛進入試のお話をちょっとしようと思います。よろしくお願いします。で、筑波大学の衛進入試に関してなんですけれども、まあ、基本的にこれ何がすごいかっていうと、いわゆるその難関国立大学なのに共通テストとか受けることなく合格できる。これはすごいですよね。難関国立大学の英語入試って、まあ、ごく一部の例外はありますけど、大体やっぱり共通テストを受けないと合格できないんですよ。だからこう共通テストを受けて成績ダメだったら合格できないっていう風なところがあって、これまあ早稲田大学 の例えば新志向入試とかもそうなんだけれども、まあ、そういう風な形になると、で大抵なんかみんなそういう試験ってなんかまあ一時合格して多分共通テストいけると思うんですみたいな感じで行って、共通テストいけなくって撃沈みたいなことが多いから、その共通テストいけなくてもっていうか、こう共通テストが全然関係なく受かるっていうのは、これやっぱり難関国立大学を入試したらめちゃくちゃすごいんですよね。だから、まあ、そこの部分をどういうふうに考えるかっていうことを、ちょっとこれからやっていく必要があるかなっていうふうに思います。で、共通テストを受けなくてもいい推薦入試なんですよっていうところで、これ多分結構近いなと思われたのが、慶応の SLC と結構近いっていうふうに思われた方すごく多いと思うんですけれども、実際慶応の SLC と併願をして両方とも受かる人っていうのは毎日学習会でも結構今までたくさんいます。で、その慶応のその SLC の AO と併願するときに、まあ、優秀な人でも両方とも受かるっていう場合とどっちかしか受かんないってことがあって、まあ、それはどうしてかってお話をちょっとすると、基本的にはあれなんですよね。やっぱりこうSLC っていうのはこうある学問分野とある学問分野掛け合わせて何かやるっていうことがすごく多くて、まあ、それでこううまくいくっていう大学なんですけれども、まあ、筑波の AC の場合は、まあ、そういった感じではないわけですよね。筑波の AC っていうのは筑波で各学類がやっぱり決まってますから、その学類の中でこうちゃんとできるかどうかっていうところがすごい重要で、それが非常にこう大きな鍵になってくるっていうふうな部分があるので、ちょっとそういう部分をですね、また改めて考えて、まあ、どういうふうな形でやっていけばいいんだろうっていうふうなところを考えていくっていうところが非常に大事にはなってきます。なので、まあ、そういったところはちょっと改めて考えていかなきゃいけないわけですね。で、その上で、まあ、その出願できるいわゆる学群学類がだいぶこう実は AC 入試って少なくなってきている。だからその自分のテーマが例えば SAC とかと併願する人に関しては、本当に筑波も合ってるんですかっていうことをそのちゃんと調べた上で書いていくっていうことは、これすごい重要で、そういったところをですねどういうふうな形でやっていくかっていうところをこれからやっぱり見ていくっていうのが、すごい必要になってきますから、そういうところをですねとにかくこうしっかりやっていって、本当にこうこれで受かるのかどうかとか、まあ、場合によってはそのベースの部分は一緒だけど SAC とまた違ったものを出すみたいな形でやってもいいと思いますし、そういうふうな部分に関してはやっぱりやっていかなきゃいけないと思います。ただ出願書類に関しては、まあ、いわゆるこう志望理由書と自己推薦書っていうのは、まあ、いわゆる添付資料なんですけど、それは SAC でいうとこう認定資料なんで、まあ、ほぼ同じ書に出せるんですよねっていうふうな形で書けると結構いいかなと思います。あとは筑波大学の AC 入試って SAC よりも結構サービス豊富で、例えば学時に言えば、関係する教授とか紹介してくれることもあるし、これは SAC では絶対ないですよ。あとはその合格した人のレポート集とかも本当に見れるんで、あこれぐらいのレベルで合格するんだっていうところで非常に参考になると思いますんで、そういうところをちょっと改めて見てみたりとか、そういう部分ですね、しっかりやっていただくとだいぶ違うと思いますんで、その辺をですねまた考えてやってみていただければなっていうふうには思います。よろしくお願いします。